グッゲルタグ、CMD、プッシュ、ファンクション、グッゲルタグ、ディスプレイ、SP、アーティクル、アンダーフォート、クリスティアーノ・ロナウド、マンチェス、ユナイテッドへ放出したユベントスは、1000の新戦力として、エバートンからイタリア、表 FW、モイーズ・キーンを獲得する、可能性がこう、なったようだ。医師、ガゼッタ・デロ・スポットなど、複数メディアが伝えている。今シーズンのユベントスはダゾーンで、いつでもどこでも、簡単し、1ヶ月無料お試し実施中、C ・ロナウドは古巣で、ル・ユナイテッドへの電撃復帰が現地時間27日、正式合意。ユベントスは、昨季セリエ A 得点王に輝いたエースを失い、急遽代役の補強を必ず、とする状況に置かれることになった。アーセルのピエール・エメリク・オーバメヤンや、サ・スオーロのジャンルカ・スカマッカなど新た、力候補として様々な選手が噂された。だが最終に、ユベントスは、キーンの獲得に向けて、エバ・トンと合意に達したようだ。移籍の形は乖離義務付きの2年間のレンタルとなり、2023年に、間移籍する形になるという。キーン本人はすでトリノに到着した様子がカメラに捉えられ、29にメディカルチェックが行われると見込まれている。キーンにとっては2年ぶりの古巣復帰なる。下部組織からユベントスのトップ地位にデビューした後2019年夏にエバートンへ間移籍し、昨季はパリ・サンジェルマンにレンルされてリーグワンで13得点を記録していた。C、ロナウド放出後の初戦となった28日のセリエ A、2節エンポリ戦では、ホームで0-1の敗戦という、タイを演じてしまったユベントス。新戦力を置か、中断明けから改めて再スタートを図ることなりそうだ。両。